どうも影やんです。野菜に関してはね、いつも通りということで、これはイチゴですね。イチゴは来年の春ですね。来年の春に、ちゃんと育ってくれればいいなというふうに考えております。ほんで、これは、ブロッコリーですね。ブロッコリーちょっと葉っぱが弱いですね。で、キャベツです。キャベツはこれはなかなかいい感じ。プチトマトはね、なんか変化が今のところないです。ということで今日いい天気ですね。以上です。